宇垣き漢字1月23日から1974年9月27日は日本の海軍軍人。最終階級は海軍中将。岡山県出身。農業、宇垣178の次男として生まれた。岡山中学校を経て、1911年7月、海軍兵学校を卒業し、1912年12月、海軍将尉に任官。 海軍水雷学校高等科を卒業し、秋分隊長、第23潜水艦乗組、第3艦隊参謀、第16潜水艦、第19潜水艦の各艦長などを経て、1925年11月、海軍大学校を卒業した。その後、連合艦隊参謀、水雷学校教官、海軍通信学校教艦、舞鶴洋行部参謀、日向副長、 欧米首長、海軍省電信課長、県軍令部第四部第九課長、天竜官長、陳太を駐在、舞鶴陽光部参謀長、南市海軍特務部長代理、呉陳府参謀長などを経て、1939年11月、海軍省省に進級。太平洋戦争を海南警備府参謀長として迎えた。通信学校長を経て、百四十三年五月、 海軍中将となった。さらに、シナ方面艦隊参謀長を経て、大港警備府司令長官権第12航空艦隊司令長官として終戦を迎え、1945年11月、予備役に編入された。ありがとうございます。